元日に石川県で最大震度7の揺れを観測した能登半島地震。地震の影響で住宅の倒壊などが相次ぎ、石川県のまとめによりますと、これまでに168人が死亡、今も323人との連絡が取れていません。全国から駆けつけた救助隊による懸命の捜索活動が続く中、広島からも救助隊が送られています。神石高原町です。石川で起きた地震の支援活動を行っている団体がこの場所に本部を構えています。神石高原町に本部を置く NPO 法人ピースウィンズジャパン、およそ30人のスタッフを現地に派遣し、現場と本部で情報共有をしながら支援活動に当たっています。元日の日は、発災した時間の直後からもう団体内に連絡を取り合って、もうすぐに出動体制というのを取りました。避難所運営や医療支援など活動は多岐にわたる中、レスキュー活動に当たっていたスタッフが奇跡の救出劇に大きな力を発揮しました。こちらはおととい夜、石川県珠洲市で倒壊した住宅に閉じ込められた93歳の女性の救助活動の様子です。この現場の最前線で救助に当たったのが稲葉元孝医師です。稲葉医師は長時間覆いかぶさっていた瓦礫を急に取り除くと、その後容体が悪化してしまうクラッシュシンドロームを考慮し、女性へ慎重に医療処置を実施。絶望的な状況の中、他の救助隊と力を合わせ、地震発生からおよそ124時間後、女性を無事救出しました。本部で情報を収集していたスタッフたちも、現場とのやり取りから緊迫した様子が伝わったといいます。現場ではちょっと連絡を取ることも難しいといった状況となっておりまして、途切れ途切れの連絡といった感じで、訓練だったり平時からの薬の準備だったりといった多くの対応が今回の救助を可能にしたといったことがすごく大きいと思います。地震発生から今日で1週間、広島に住む私たちも被災地の声に耳を傾け、関心を持ち続けることが重要だといいます。ニュースとかでも、逐一被災地の状況は共有されておりますので、これからも関心を持ち続けていただければ嬉しいと思います。